こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット、あ、8年目に突入です。前回なんと感動のジャパンカップ優勝で、1年の幕を閉じました。お、年俸ですね。これ皆さん上がってますよね。例えばくるみだったら2300万でプラス600万になりましたね。予算がどんどんいっちゃってるなぁ。経営状況です。でも、ま、あのこれあのジャパンカップ優勝の5000万ボーナスを含めてですけど、それを除いても1億4000万有名クラブになったんで上がってます。有名クラブにクラスアップしたっていうのは大きいですね。これで今まで獲得できなかった年俸の高い女子選手も得られます。どうしても育てていくとね、そこでねピークが過ぎちゃう可能性があるんで、最初からいい選手取って、それで使い切ってっていう方がいいかもしれないです。お金があればね。試合日程です。できればね、前年度まで残ってくれればいいんですけど、ジャパンカップこれですよ、取りました。 N1 の、まあ、初年度ってこともあり8位だったんですが、ジャパンカップ優勝は大きいです。ということで、練習試合をやっていきましょう。どうしようかな。いますよ、大阪だ。ボロボロになって帰ってきましょう。だるまが多分サイドから上がってきそうだよな。ということで、ナコとチェンチ、サツキも落ちてきてますよね。まあミオとどっちを選ぶか悩むとこですけど、マドカがコスパいいですよね。これを見てる限り、マナミをまだまだ成長するんで先が楽しみです。カナとかかな。あと浦川をかなり変えましょう。節子も上がってきてるんですよね。節子に変えるか。三重にしましょう。こんな感じで、キーパーは広岡を起用です。広岡もいいですからね、キーパーの力としては。今回の動画ではですね、練習試合を2試合行っていきます。さあ、ジャパンカップのあのでかいスタンドから変わって、観客のいないスタンド、うーんと届かない。スピードはやっぱり大事ですよね。スピードと高さ。おっと、おっと、すごいな。立て続け。立て続けにピンチが続いて先取点奪われました。まあ練習試合なんでこれでいいんですよ。ボーンっていう感じですね。特訓もしてるんで、それでどこまで
強くなれるか。ミオいいですね。さあミオからエリカ、エリカ、ユーナ、このあたりが点を取ってほしい。そうすれば併存できますからね。併存というかくるみや緑だけじゃない。これはうまい。このあたりですね。さあ点をと、フォワードは点を取りたいが決定力が結構欲しいですからね。もちろん中盤が突っ込んでっていうのもありなんですけど、おお、結構難しいボールだった今のは。だるま2点目。やはり強いですね。メンバー次第ですけど、ジャパンカップ優勝チームとは思えないという声も聞こえてきそうですが、これはあくまで練習試合ですからね。おっと早くも北原すごいシュート力。あ、追い込まれます。北原すごすぎ、無敵。1対1になって3点目。やっぱりまだまだその下位選手の能力っていうのには課題が残りますよね。これがみんな強くなったら、N1 でも優勝、三冠の得られるチームにはなるかと思うんですが、まだまだその域にかかるには数年かかりそうですよね。リオ、ナイス。さあ、1点は取りたい。1点取って、一矢報いたいが、カルチョビットいただきました。そのゴール前、節子が当ててクリアします。マーレイ、おっと、強い当たりだ。包み抜けた。早い。そして、シュートも強い。ここで試合終了。強すぎます。すごいな、バンバンって打ってますよね。その直後、無敵が引きつけておいて逆サイドから、ミオ、ここはさすがね、エリカに渡すんですが、この辺の突破ができない。深田完全に負けてますよね。そしてコーナーキックになって北原が2点目。さらにその数分後、無敵にパスが渡ってしまいます。これをしっかり決めて3点目ですね。そして試合終了直、この包み、守備陣をあざ笑うかのようなゴール、4点目です。ボールの支配率が圧倒的すぎますね。シュートも数も。というわけで、最高の課題数って1試合に10なんですが、なんとハーフなのに10個全部いただきました。枠の全部いただきました。はい、4つ課題をいただきました。というわけで、1試合目終了です。さあ、いい女子選手はいるかな？杏仁豆腐かな？やおい。
おっと、クラリス結構最初から出来上がってますね。これは欲しい。海外選手なんですね。オファーしましょう。難しいって言われています。ただこういう当てにならないんですよね。確実に取れる、あのチームでプレーしたがっていると聞いてますと言いつつ交渉成立しなかったりするから、あんまり当てにしない方がいいです。あとはキーパーが欲しいんですよね。でもなかなか女子選手のキーパーって出てこないんですよね。夏木しかいないのかな、この世の中の女子キーパーって。移籍情報を見てみましょう。まだディフェンダーの動きですね。さあ2試合目やりましょう。富山ミラージョがいいかな。再びエリカ。節子を上げて、彩香を入れよう、美穂の代わりに。左右入れ替えましょう。どこまで意味あるのかわからないですけど、ちょっとゾーンを下げましょう。やっぱりさっきのチームとリマッセ大阪とちょっと力が違いますよね。通用しそう。さあキックオフです。今日本日の練習試合の2試合目です。富山ミラージオ戦どうでしょう。佐々木子、緑、あ、鮮やかです。先取点。ポーンですよね。最ももう一人が上がってこれないのがすごく気になりますね。さあ直前に上がった、ここはジェス、上がります。ミクニ、おっとキーパーどうした。キーパーさあ始めるとピンチ。マジかよ。あっさり点取られてますね。これはいけません。いくら負けてもいい練習試合とはいえ。さ
田幸子を上げまして、ここに国枝届かず。さあ、ゴール前待っていたが、これは及ばず。さらにキックを打って窓か。あやか。もっとすり抜けていった。さつき直前、エリカ、ここのとこの確実性なんですよね。おっと早い。さあ逆サイドへ幸子が上がっていきます。さあこれは届かないね。やっぱり守備はなかなか強い。試合終了です。さあ幸先よりスタートを切ったかと思いました。緑が、ブロックをかいくぐってボレーシュート。そこから富山ミラージオ攻撃、波状攻撃が始まります。それを弾いてしまってアマディオに決められてしまいます。それからもピンチが多いんですよね。窓か越えられてしまいます。エリカ、ここを決めてほしかった。ボールの支配率も完全に負けてますし、シュートの数もね、良くなかったです。さあ、いよいよ日程発表でしまいました。初戦はフォルティールですね、浜松戦ですね。さあ、これで確保できるか。今はキーパーが欲しいですよね。キーパーがいれば日本。おっと、左。これもなかなか年俸がいい。年俸の割には能力高いですよね。さあ、一人、解雇いたします。チーム編成を見ると、90番台の選手からですね。今4人いますね。ミッドフィルダーを解雇だな。羽生田さようなら。君のことは忘れないよ。というわけで、そのヒラリー夫人じゃないですけど、これを海外の選手ですね。バルサミコに所属。まあ、あんまりプレイできてないんですよね。それでも行きます。やっぱお金があるっていいですよね。非常に今まで卑屈な、強化策だったのが、強化策を取ってたのが、安心できますからね。決死のブロック。
はい、というわけで、次の展開に不安を残しますが、まあ、順次、このように練習試合をやっていって、強化していきたいと思います。強化カードをもらってパワーアップしていきたいと思います。はい、以上カルチョビット青をお送りいたしました。チャンネル登録高評価など、歓迎です。最後の20秒で関連動画、動画プレイリストを表示されますので、お時間がありましたら見に来てください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。